はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にですね、献血骨髄バンクをしてもらうためにですね、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安すのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今週、2日ほど前だったんですけども、通院の日でしたね。病院に行ってきました。血液検査の結果としましては、良好でした。悪玉コレステロールだったかな、LDL ですかね、だったかな。それについて先生から一言ね、食べ過ぎとお言葉をいただきました。菓子パンなど食べてないんで、甘いもの食べてないんで、いけるんかなと思ったんですけども、そのね、悪玉コレステロールっていうのが上がってたんで、ちょっとなんか何が分かんかったか、原因が今分かんないんですけどもね、きっとその免疫抑制剤のおかげでね、口の中が痛くなくなっているせいでしょうね。その味覚障害もですね、気がつけば穏やかになってきてるわけですよ。で、食べ物の味も少しずつ分かるようになってきてですね、食欲が旺盛になってきてるからだと思います。口の中の、ね、粘膜障害にも悩まされてて、食べれてない頃に比べると確かに食べ過ぎです。でも体重はね、変わってないんですよ。というよりもキープしてる感じですね。でもしかしその体重の問題ではなさそうでですね、体型など見た目からじゃこう分からない部分において注意しなさいよということでした。でもしゃあないじゃないですか。だって食べれるんすもん。美味しいんですよね、食べれることがね。そのね、普通に食べれるのに食べ過ぎたらあかんって言われたら、それはちょっと辛いですよ、本当に。でも今回の血液検査の結果が上出来だったので、その免疫抑制剤、いつも飲んでる薬がね、この6錠から5錠に減りました。減りましたよ。その6錠から5錠に減ったことによってですね、GVHD が出てくるかもしれないんですが、でもね、もっと減ったら、それはもっと GVHD が出てくるんですよ。その時のことを考えたら、食べだめ、すなわち食べる貯金ですよね。それをして、心を満たしておきたわけですよ、今の時点では。で、それをね、そんな気持ちをね、脳科学や心理学的なことで話しますとですね、この満腹感っていうこの気持ち、ね、精神的神経症を改善できるとするであれば、僕はその食べることでね、その脳みそのドーパミンを出してですね、幸せをすごい感じていたわけですよ。でもきっとアドレナリンも出てるんでしょうね。その食べることに対して興奮してしまってですね、その欲望を抑えきれなくなっているんだと思います。そんな結果、先生に食べ過ぎと言われたんでしょうね。我慢しなさいとまでは言われてませんけども、数値化されたその、血液検査結果は、事実は事実なのでね、ちょっと先生の言うことは聞こうかなと思います。そして酸素濃度、血液中の酸素濃度もね、今回 98% という優秀だったので、その辺の関係もあって体が元気になってると、自信に満ち溢れててしまってたんでしょうね。病は気からという言葉があるようにですね、気持ちで負けないように食べながら注意していきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。